神田駅は東京都千代田区にある東日本旅客鉄道東京地下鉄の駅である。所在地は JR 東日本が丹野町2丁目、東京メトロが神田須田町1丁目である。JR 東日本の各線と東京メトロの銀座線が乗り入れ、接続駅となっている。また JR 東日本の駅には KND のスリーレターコードが付与されている。 JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、線路名称上は、中央本線と東北本線の2路線である。中央本線は、旅客案内上は、中央線と呼ばれ、東駅より東北本線上の中央線専用線路を介して、東京駅まで乗り入れている。東駅には、中央線電車のほか、東北本線電車線を走行する景品。 東北線電車と山手線電車が停車するが、東北線の名称は旅客案内では使用されていない。また、上野東京ラインや東京駅発着の中央本線特急、あずさ、外地は東駅を通過する。そのため、東駅東京駅間に区間外乗車の特例が設定されている。東駅は特定特市内における東京特内及び東京山手線内に属している。 神田駅周辺の白黒空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成しましホーム3面6線を有する高架駅で、京浜東北線南行の線路の東側に、東北新幹線が上層に、上野東京ラインの高架が並行する。エスカレーターは、ホームと北改札との間を連絡するが、 ホームと南改札との間には設置されていない。3.4番線に通じるエスカレーターは1階コンコースからそのままホームへと通じている。改札口は南北に2カ所。北改札から東口と北口が南改札から西口と南口が利用できる。銀座線への乗り換えは北改札の北口側からとなる。指定席券売機が設置されており、東口には ビューアルトが存在する。緑の窓口は、北口の営業が2013年2月23日をもって終了し、以降は南口のみの営業。上野東京ラインの工事に合わせ、ホームと改札を連絡するエスカレーターの大幅、増設とエレベーターの新設工事、及び南口コンコースと出入り口を連絡するエレベーターの新設工事が行われた。 乗り場発車メロディ1番線では、サウンドファクトリー2.3番線では、日本電音4番線では、サウンドフォーラム5.6番線では、定築制作のメロディを使用している。島式ホーム1面2線を有する地下駅で線形の形状をしている。1932年4月29日に銀座線が3越前駅まで開業すると途中駅となったため、 線路は途中まで南口の地下通路を挟んでいる。なお、南口地下通路に直結する2番出口は、ビルと直結している。改札口は、ホームの前後にあり、浅草寄りにある、須田町方面改札口は、階段上、渋谷寄りにある内噛田方面改札口は、同一階に設置されている。エスカレーターは設置されていない。JR 線への乗り換え通路は、渋谷寄りにある。 地下通路と JR コンコースを連絡する階段は天井高さが非常に低い。浅草よりの須田町方面改札口は始発から21時まで営業している。その改札口を出た先には現在の銀座線を建設した東京地下鉄道が経営していた地下鉄ストアに通ずる地下商店街が設けられていた。その名残として2011年1月まで司会や理髪店、 和装小物店が細々と営業を行っていた。これらがある地下通路をそのまままっすぐ進んだ先の出口は6番。出口で付近は須田町交差点であり、秋葉原電気街の南端に近い。須田町交差点はかつて都電最大級の要所であり、都電からの乗り換え客の利便および地下鉄ストアへの利用客誘致のために長い地下通路が設けられた。6番出口は、 地下鉄ストア解体後も存在し、現在建ってあるビルの建設時には閉鎖されていたが、2011年の春工時に再開し、エレベーターが設置された。乗り場発車メロディ2015年6月20日から、ミソラばりのお祭りマンボをアレンジしたものを発車メロディとして使用している。メロディはスタマックの制作で、編曲は長田太郎が手掛けた。 近年の1日平均上降人員推移は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。中小のビルが立ち並ぶオフィス街。西口側には、神田駅、西口商店街があり、昔ながらの商店街が、現在も残っているほか、サラリーマンの街として知名度が高く、コストパフォーマンスの高い居酒屋も多い。また、西口周辺には、 東京都内で最初に建設された下水道の一部が現在も機能している。東口から中央通り沿いに南下すると、新日本橋駅、三越前駅に到着する。銀座線の浅草寄り出口は、中央通り、安国通りが交わる須田町交差点に面し、秋葉原電気街の南端に近い。神田湖書店街は当駅ではなく、神保町駅が最寄りである。 最寄りの停留所は、神田駅前と、須田町及び、東日本銀行神田支店となる、注釈出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。